今ではひまわりの昨日からの雲の動きをご覧ください。この黒巻きはよく慣れないものですから、低気圧が日本海にあって雨雲が、中部地方からこの北日本に広がっております。対馬海峡あたりにまとまった強い雨雲が現れて、九州、中国、四国にかかって雨を強く降らせて、その西の大陸の方にも強い雨雲が出ておりますから、天気がぐずつきます。では全国のアメダスをご覧ください。全国のアメダスでございます。東北地方から九州までところどころ弱い雨が降っておりますが、九州は1時間に20ミリから40ミリの強い雨が降って警報が出ております。十分ご用心ください。で、9時の明日の予想天気図でございます。このように低気圧が四国の沖にやってまいります。西日本の上で前線活動が活発になってまいりますから、全国的に曇り雨のぐずついた天気で、北海道沖縄は晴れますけれども、特に九州、四国、中国は今夜から明日朝にかけて局地的に強い雨が降る恐れがございます。十分警戒なさってください。わかりました。はい、では雨の確率でございます。雨の確率を、これは全国の明日の天気のからご覧くださいね。北海道とこの西日本の太平洋側は晴れ間も出ますね。沖縄も晴れでございます。その他は曇り空で、ところどころでにわか雨がぱらつく、ちょっと不安定な天気で、関東南部から東北の太平洋側は雨でございましょう。梅雨空が続きます。全国の明日の雨の確率ですね。雨の確率をご覧ください。このように関東南部から東北地方の太平洋側が 50% で高いですね。そして九州から四国がこのように 50% から 60% になっております。その他の各地は 10% から 40% で、ところどころでにわか雨がある程度で、明日も一日天気がぐずつきます。今日は二人の福井さんにこれ来ていただいております。はい。一生懸命もう少し頑張らさせていただきます。本当に24時間ご苦労さんでございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。すみません。喋っててふーっとならったことありますか？もういつも緊張しておりますから、そういうことはございませんが、終わった後でぐったりいたします。少しちょっと飲んでまた緊張を緩和していただきたい。ありがとうございます。どうもご苦労さんでございました。ありがとうございました。